学でいろいろとやはり考える癖をつけさせるための高校の時に何したらいいのか、中学の時に何したらいいのか。日本の研究室では研究終わって、まあ就職するとなったら大手企業に行きたいっていうんですね。でベンチャーどうって言ったら絶対いいです。でもアメリカでトップの学生はですね、もうその大手企業なんて死んでも行きません。ベンチャーに行きたい。繰り返し委員会で、まあ、予算委員会でも文科委員会でも、はい、前原代表からも取り上げていただいた問題で、教育に投下する、まあ、予算が日本が少ないという現状があって、それを、まあ、どうしていくのかということで、まあ、国が投じるお金も必要だし、大学側で、努力していただくことも当然必要だと思うんですけれども、その点通常国会を含めて前原代表の方どういった形で取り上げていただいたか、うん、ちょっとご紹介いただければ。そうですね、はい、賃金の話で少しパネル使ってお話したいというのもんですけども、これですね、これ左側が1991年を100とした場合どういうふうに賃金が変わったのかということを表すものでして、まあ一番上がっているこのピンクの折れ線はフィンランドで、その次の青い濃い青がアメリカということで、フィンランドは 2.9 倍、そしてアメリカは 2.8 倍になってるんですが、日本だけが6倍ということなんですね。で、これ非常にショッキングなことなんですけども、日本の世帯所得の中間値、平均所得じゃなくて平均世帯所得じゃなくて中間値、つまりはこの中間値の前後に同じ世帯数だけいると、うん、まあ、こういうことなんですけども、日本が423万円で、でアメリカはですね、まあ、今1ドル160円と計算しますと、なんと1193万円ということで、うん、もう世帯所得がやはりこれぐらい差がついているということですね。あと例えば、まあ、大学の先生で、調べたんですけども、東大の教授の平均年収ってだいたい1200万ぐらいなんですね、うんうんうん、でマサチューセッツ工科大学、うん、MITの教授の平均給与は、これも1ドル160円で計算すると、うん、なんと4500万円ということで、あ、うん、まあ、4倍近い差が空いているということで、うん、山中先生ノーベル賞を取られましたけども、真鍋先生という方もねノーベル賞を取られましたけども、アメリカの大学でずっと研究されていて、うん、日本には帰ってこられなかったということで、うん、まあ、これだけ賃金の差がつくということは、まあ、優秀な方々が、まあ、外国の大学、外国の企業に、まあ、結局取られてしまうということになって、まあ、人材流出のやっぱ大きな要因になっているというふうに言えると思います。だからまあ賃金をどうやって上げるかっていうことは、まあ、先ほど先生もおっしゃったように、研究者にとってまさに日本に残ってしっかりとした研究をしていくということについては、まあ、教育予算を増やすということは子どもだけではなくて、そういう教える側あるいはそれをサポートされる側に対してもしっかりと、しないとですね、全体としてこれだけの差がついているので、研究環境はますます劣悪になっているということだと思うんですね。でもう一つパネル見ていただきたいんですけど、研究開発費の総額ということで、まあ、これは国だけではなくて、まあ、企業も含めてなんですけども、やはりアメリカと覇権を争っている中国が猛追をしていまして、よく私使うフレーズなんですけども、20年間で24倍にこの教育研究開発費を伸ばしているということでありまして、まあ日本は微増とこういうことでありまして、まあこれでは先ほどの先生のお話を私、比喩で取り上げさせてもらいましたけれども、まあ、アメリカは近代兵器で、うん、そして日本は竹槍で戦っているというのは、うん、やはり紛れもない事実だというふうに思っていまして、うん、まあ、こういったやはりそのお金が全てではないですけれども、うん、レベルを上げていく、そして研究の裾野を広げていくというためにはですね、やはり賃金を上げていく、そして研究開発費も増やしていく、うん、まあ、そのためにはトータルとしての教育予算
というものを増やしていくしか私はないというふうに思っていまして、まあ、我々は教育の無償化っていう透明なんですけども、その前提としてまあ教育予算の倍増ということで、子どもだけではなく親だけでなく、やはり教育環境、研究環境というものを劇的に改善していかないと、日本の競争力っていうのはまあ落ち続けるということじゃないかというふうに思うんですね。私は政治の世界に入る前に証券会社で働いてたんですけれども、やっぱり民間企業の方ではこのままじゃ人を取られるということですね、私の同期の給料が急に倍になったりとかですね、頑張って人材確保しようとしていると思うんですけれども、その研究現場、特にその大学とかですね、民間企業じゃないところもで、なかなか給料はやっぱり大学経営も厳しくて上げづらいというのがあると思うんですけれども、なんか頭脳が流出しているとか、研究者が国内で、研究するしたいけれどももう海外に行かざるを得ないというような、そういった話が増えているというところはあるんですかね。どうですかね。特に私は医学研究しか把握していないんですけれども、はい、それだけ見るとむしろ海外に行く人は減っていてですね、でそれはちょっとおそらく給与だけでは決めれないファクターがあって、結局内向きになっているといいますか、それ別の問題か。そうですね、海外に行くっていうのはかなりリスクと捉えて、そのリスクを負いたくないと、日本にいることによっていろんなつながりとかを維持できるので、それを断ち切ってまで海外に行くリスクテイクを選択しないケースが今増えているような気はします。ですから私が留学したのしていたのは1990年代で、まあその時は日本かなりこう経済的にもピークの直前だったんですが、あの頃アメリカ、まあ、サンフランシスコ留学していましたが、そこでアジア人を見たら、まあ、ほぼ日本人だったんですね、まあ、ほぼは言い過ぎかもしれないけど、まあ、2人に1人は日本人くらいの感じだったんですが、今はですねアジア人を見て10人中日本人は1人いるかどうかですよね、もう中国、台湾、韓国、まあ、それ以外のさまざまな国、ベトナムを含めての方の方が多くてですね、日本人留学生というのはもう本当減っていますし、それからハーバードとかスタンフォードといった大学院に留学している、留学というのは大学卒業してからポスドクで行く場合が多いんですが、そうでなくて学生として行っている人の数 もう本当に日本人は減っていますの で、でその海外流出という点ではむしろ深夜になってからですね、40、50、でもしくはもう60とか65で定年迎えた方が日本では研究を続けられないということで、それこそ中国に行ったりシンガポールに行ったりっていうことは結構あると思います。でそれはかなり国防上非常に心配で、もう日本のそれこそ頭脳が日本では研究できないから海外に行ってしまうっていう、そう、日本だと定年で切られてしまうから、例えば京大では研究続けられない、東大では続けられないから、私立の大学では、教鞭は取れるんですけれども、今までのような研究室は維持できないんです、でまた手術で非常にこう移植とかですね、そういう手術をしていた方が定年になると、民間病院には院長等で行けるんですが、そういうところでですね移植手術っていうのはもうチンプレーで、しっとり一人ではできなくて、もう麻酔科とか術後のケアとか何十人というチームが必要ですから、それはもう大学病院じゃないとできないんですね。でそうするともう本当に腕のいい日本を代表するような先生であっても、もう手術メスを置くか、もしくは海外に行くかっていう、本当に日本から見るともったいないようなことが未だに起こっていますので、若い研究者とか留学生とかが海外に行かない、まあ、それはやっぱり日本にとってはマイナスだというふうに私は感じるんですけど、やっぱりマイナスだと思います、日本だけにいると今のようにですね、インターネット、オンライン会議で私も毎日のように
アメリカでやっていますが、この時代でもですね、やっぱり現地に行かないと学べないことはすごく多いんですね。オンラインでは教えてくれないことも現地に行くと教えてくれるとかですね、それは本当にありますから、やはり海外に行くっていうのは特に若い間ですね、そこで行くっていうのは非常に大切で、なぜ行かないのかっていうと、やっぱり教育の質の問題もあると思います。私日米で若い方両方指導していて、で両方とも優秀な学生さんなり若い研究者いるんですが、もう明確な違いがあってですね、日本の研究室では一番トップクラスの学生さんが研究終わって、就職するとなったら大手企業に行きたいっていうんですね。大手の製薬企業に行きたいと。でベンチャーどうって言ったら絶対ですって、クレジットカードが作れないって言います。親がうんって言います、言わないだろう、そんな感じで。でもアメリカでトップの学生はですね、もうその大手企業なんて死んでも行きませんと、ベンチャーに行きたい。で最近ではもう自分で会社作っちゃう、お前 CEO になるのかみたいな、いきなりでちゃんと投資する人がいてですね、なんかその違い、最近は日本でもベンチャーやりたいという人も出てきています。前よりは変わっているような気はしますが、でもやっぱり差は歴然 でそれがどうして生じているかというと、やっぱり教育のあり方に歴然とした差があってですね、日本はやはり受験っていうのが一つのゴールになってしまっていて、で受験で勝ち残るためにはもう決まった答えをその通りに書かない限り点数にならないんです。教科書にはこう書いていますが、私は実はこう思っていませんとか回答してもですね、全くできない。それもさよなら。バツ、はい、さよなら。で、なんかそれはもう機械的に、もう反射としてはこの時はこれ、この時はこれって答えるトレーニングをもう今は幼稚園から受けて、小学校に入るため、受験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 ですもんね。で、中学に入るため、高校に入るため、大学に入るため、大学に入ってからようやく。あれとか急に自由に考えるとか言われてもね、もう身についていますから、だからそこは非常に大きくてですね、そこの教育の質を変えていかないと、先ほど前原先生が見せていただいた最後のパネルで研究開発費がありましたよね。でこれもアメリカと中国が日本より圧倒的に多いのは、これ仕方ないというか、国力の違いというか、GDP が違うわけですし、で中国がやっぱり今研究の場でもう本当に急激に伸びているのも、もう10年前と全然違いますし、5年前とも全然違います。ただこれは彼らの投資でお金をかけると、やっぱりそれに見合った成果が出てるんだな、納得なんですが、ただやっぱり意外なのはですね、日本よりドイツ、フランス、イギリスは研究開発費低いんですね。にもかかわらず彼らは少なくとも医学研究、生物学研究では日本よりも今高いインパクトの研究を以前と同じように出し続けています。で日本は給与はこの30年全く変わっていないんですが、研究開発費は上がってるんです。微増ですけどね、こう見えても右肩上がりになってるんで、これはもうある意味国に感謝なんですが、でも国際的な研究開発の地位というのはもうどんどん下がっていって、今やドイツ、イギリス、フランスの完全に後塵を拝していますから、でこの差は何なんだろうって思うと、いろんな理由あると思いますが、一つはやっぱり研究者になるまでの道取りの教育、どんな発想ができるか、リスクを取れるか、そういうところにもしかしたらあるんじゃないかなっていう気がします。はい。やっぱり大学改革っていうものをやっていかなきゃいけないと、はい、教育の中身を変えていくためには、つまりは高等教育が大事ということじゃなくて、先ほどお話がありましたように、小学校、中学校、高校というのは大学受験というものを前提にまずして教育が行われている。で先生おっしゃるように、正解のあるものを覚えていくということを徹底的に叩き込まれるわけですね。そうしないと大学に通りませんから。でも私なんかもこういう政治の世界に出させていただくと、
解のない世界でどうやって成果を出していくのかっていうことですよね、まあ、今まで政治のノウハウなんて教えてもらったこともないし、松下政経塾、これ私も斉藤政調会長も政経塾出身なんですけども、座学はないよね、とにかく実習実習で、まあ、自分で身につけていくということなので、大学をですね、やはりその大学入試に重きを置くんじゃなくて、やっぱり大学にいて、そして卒業が難しいと、大学でいろいろとやはり考える癖をつけさせるための、高校の時に何したらいいのか、中学の時に何したらいいのか、小学校の時に何したらいいのかっていうことで、まあ、大きく大学改革をすることが私は大事じゃないかと思ってるんですけども、その上でですね、一つまたパネルをお見せしたいんですけども、これはですね、先ほど先生のおっしゃった、山中先生のおっしゃったことにつながるんですけども、これ1990年以降で、まあ、主な大学でですね、どれだけスタートアップの会社が育ったか、そしてそのために大学自体がいかに資金調達をしたかということなんですね。そして、まあ、スタートアップ実は横軸なんですけども、縦はですね、そのうちユニコーン企業数、まあ、ユニコーンというのは、できてまだ10年経っていません、そして、上場もしていません、まあ、しかし評価額が10億ドルを超えていると、まあ、これがユニコーン企業の定義なんですけども、ユニコーン企業がどれだけ出ているかっていうことになると、まあ、ユニコーンでも上場してダメになる企業もあるので、別にユニコーンが全ていいわけではないんですけども、まあ、圧倒的にやはりアメリカの大学などが自分で資金も調達をして、そして、ベンチャーを育てているということが、まあ、如実なんですね。東大も1990年でも34年経ってるわけですけども、まあ、1兆円も集められていないということですし、これハーバード大学っていうのはすごくてですね、今1ドル160円ぐらいで計算すると、ハーバード大学の、ファンドは5兆円ぐらいあるんですね。でしかも過去50年間の、運用利回りっていうのは平均で 11%、まあ、イエール大学に至っては 13.6% という高い伸び、利回り率なんですね、平均で。まあ、湾岸戦争もあり、イラク戦争もあり、リーマンショックもコロナもありですね、そんな中で平均で 11%13.6% っていうものを回していると、まあ、いうことで、ちなみにハーバード大学の学長さんっていうのは学者じゃないんですよ、基金の運用のプロ、つまりいくら増やすかということに重きを置いて、まあ、やっているんですよね、まあ、日本も遅ればせながら10兆円の大学ファンドというのを作って、まあ、運用を始めていて、1年目は運用をこけてですね、かなり厳しく国会でも追及をして、まあ、2年目はある程度の運用利回りが出たんですけども、まあ、それでも GPIF 年金の運用と比べるとしょぼい運用しかまだできてないんですけども、まあ、それでもこれからこの10兆円運用して毎年3000億円を数校の大学、国際卓越研究大学と認定されたところに渡していくということで、東北大学が第1号に選ばれて、10校が応募したんですね。東大も京大も応募したんですけども、8校国立、2校が私立だったんですけども、第1回目に通ったのは東北大学だけということで、東大も京大も落選したんでありますけれども、運営費交付金、大学に対する、はい、これ20年間で1兆2000億から今1兆円ぐらい、1000億円ぐらい減ってきてるんですね。で、この間国立大学の先生方、学長の方々が悲鳴を上げられて、電気代が上がってる、円安で、はい、大学って言ったらすごい広いし電気も使うし、電気代がちょっと上がっただけでも数億、数十億の世界になってくると、電気代だけで、まあ、こういうこともおっしゃっていて、まあ、なんとか運営費交付金を上げてくれっていうお話で、まあ、それは私も上げていかなきゃいけないというふうに思うんですけども、大学自体、このアメリカの大学とか、あるいはオックスフォード、ケンブリッジなどを見ていても、やっぱり自ら基金を作って、そしてそれを運用して、そして例えば
高い学費ですよ、うん、こういった大学なんかは、うん、それでも優秀な子どもさんたちには、うん、学費の免除をする、あるいは世界的に有名な学者を招聘する、うん、そういうこととか、あるいは施設とか設備を更新して、うん、より良い研究環境というものを作っていく、うん、ということで、どん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 やっぱりこういうものをやっているところと、日本のように借金がたんまりあって、そしてその借金の返済のために他の予算が削られていて、教育予算も自利になっていると、もうもっともっと差が開いていくと思うんですね、うん、ですから私はこういった大学自身も国の支援をまずはやりながら、うん、そして寄付を集め、基金を作り、そして運用をし、そして自らがお金を生み出していくということが必要だというふうに思うんですけども、うん、まあ、そういったところのお考えもね、ぜひ先生に聞かせていただければと思うんですが、いかがですか。やはり大学も一つの組織ですから、うん、経営っていうのは非常に大切だと思います、はい、で私も3年前までは iPS 細胞研究所の所長をやっていまして、まあ、規模は小さいですけれども、それでも500人600人という規模で年間何十億かの予算で運営していまして、うん、はい、私所長だったんですけれども、いつも思っていたのは最大のリスクファクターは所長だと、自分だというふうに思っていました、はい、うん、経営が全く分かってない、生まれてこの方経営というものを学んだこともないし、な、僕は父が経営者だったんですが、うんうん、早く亡くなりましたが、うん、父の遺言はお前は経営に向いてないと経営者にだけはなるなというのが、だから自分の会社も継がなくていいというのが父の教えだったんですが、まあそれで医師になり研究者になって、ああよかった、本当に経営しなくてよかったと思っていたら、気がついたら経営者もどきになってですね、であの時真剣に、これもう一番のリスクファクターは僕だから、これはもう本当の経営者の人に所長になってもらうべきだと思って、画策したんですけれども、うん、2つの壁がありまして、うん、1つは京大だけじゃないかもしれないですけれども、まあ、少なくとも京大の規定では研究所の所長は京都大学の教授に限る、うん、教授の中から選ぶというの、今でもそれは、なるほど、それ何学部の教授でもいいんですよ、うん、別に経済学部の教授が iPS 細胞研究所の、うん、所長っていうのはありえるんですけれども、うん、でもいわゆる実地の企業で揉まれた方を、経営者の方を所長に迎えるっていう仕組みはまずできている。それとあと、そもそも給与が、その方に見合った給与が、プロの経営者に渡せるお金がない、出せない、出せない、はい、出せない、いや、お金は寄付とか一生懸命集めていましたから、資金としてはマラソン走ったり寄付してくださいってね、それは出せないことはないんですけれども、大学の規定が、そもそも出せない、だから諦めていましたけれども、うん、経営能力の問題が一つありますよね、うん、はい、これはだから今言われたようにハーバードのトップは、うん、学者じゃなくて、経営者だと、企業の、はい、の金融のプロですね、はい、そういうのはやっぱり日本もそういうことはなんかしていかないと、うん、まあ、ただ予想できることは、もしそうなってもそれだけ来られてもですね、もともといた大学 の、 研究者とこう、うん、なかなか大変なバトルになるというのは容易に想像できるので、うん、それをいかにそういう方を守るかというのを非常に大切に守るというか、うん、それが普通なんだということを、うん、やっぱり大学であっても教育であっても経営はしっかりしないとダメだっていう、うん、役割分担ですもんね、はい、研究と経営と、はい、両方は絶対無理ですから、うん、無理です、うん、僕たちは研究するべきですし、ね、うん、その環境をちゃんとサポートするのが政治の役割だと僕は思いますね、はい、まあ、研究でも芸術と一緒で創造性を求められるので、うんうん、基本的に暇というか余裕がないと無理なんですよ、うんうんうん、で頭の中が経営とか、うん、事務のことでいっぱいだと、その余裕なんかないと、うん、その想像的なことできるわけない、ルーティンワーク終わったらお仕事終わった感じになっちゃいますもんね、もう余裕がないと、おそらく多くの大学の場合ですね、教授になるための一番の要件は事務能力で、うん、こうクリエイティビティとかもそれは
事務能力もしくは政治力人脈それで決まってる場合もありえてですね、あの一番大切なはずの想像力、うん、クリエイティビティというのが後回しになっている可能性があります、うんうん、やはり他の芸術見てもですね、うん、やっぱ俳優の方が経営のことを心配しだしたら、うん、いい芝居できない場合がほとんどです、うん、中には両方できる方もいるかもしれません、うんうん、中にはあのスポーツでトップの方が経営者としても、うん、すごい能力ある場合もあるかもしれませんが、それはもう例外であって通常はやっぱり別であるべきですから。でも大学の場合は研究者の中がトップになって経営も行わなければならないと。かっては完全に国立でそれで良かったのかもしれませんけれども、今は独立法人で別組織大学法人なんですから、やはり経営的な能力が求められていると思います。でそれが1点と、もう一つはですね、はい、先ほどの教育の質の問題で、はい、私たちが身につけるスキルとしては、はい、よくあのハードスキルとソフトスキルってあると思います、はい、でハードスキルっていうのはまさに今日本 の学校で教えていることで、うん、語学力であるとか、うん、コンピューターのプログラミングであるとか、うん、あまあ物理、はい、科学、うん、歴史、まあ、全てがハードスキルですよね、はい、で一方ソフトスキルっていうのは、うん、あそれとそういうことではなくて、うん、もう共感する力とか、うん、あのリーダーシップとか、うんまあ、そういう、うん、なんというか人と人とのつながりの間で身につけていく、うん、生きていくための知恵といいますか、はい、ソフトスキルで、まあ、両方揃わないとダメなんですが、やっぱり今の日本の教育というのは受験というゴールがあるので、うん、受験というのはハードスキル、うん、日本一決定戦みたいなところがありますから、もうそれを身につける、うんうん、でソフトスキルはもう完全に後回しで、うんうん、それはむしろ社会に行ってから苦労して身につ、うんうん、勝手に身につけろみたいな感じになっていて、うんうん、で研究もそうなんです、はい、先ほどのこうリスクを取ったり、うん、クリエイティビティっていうのはまさにソフトスキルですから、それが置き去りになっているんじゃないかなっていうのは、うんうんうん、日本の課題じゃないかな。このユニコーンで、はいはい、僕も日本のいわゆるユニコーンの経営者の方とお会いする機会があったり、いろんなご本を読んだりすることもありますけども、はい、ほとんどですね、そういうユニコーンで成功された方で、子供の時から成績優秀で、親に全く心配をかけたことなくて、いつも試験一番でって言う人は非常に少ないですよね、うん、むしろかなり、うん、学生時代はいろいろ問題があって麻雀ばっかりしてたとか、うんうん、日本の教育に馴染まなくて外国に飛び出したとか、うん、そういう方の方が多いような気がして、うん、でアメリカはもともと子供の時にそういうハードスキルの強制はしないですから、うんうん、まあ、好きなことやっていて、うん、なんか知らないけど学生時代から、うん、なんかめきめき頭角を荒らしてってい う,、うん、いう人がこういう、ユニコーンを作ったりしてるのが、ね、まあ、日本でもそうだと思いますから、うん、そういう意味では今の日本のハードスキル重視の教育っていうのは、うん、もうその目をつぶしている、うんうん、で研究もやっぱりアメリカでできたことの真似をするとか、うん、2番煎じ3番煎じをするっていうのは、うん、日本の今の教育でも絶対いいと思うんですが、うん、やっぱり今求められているのは1番をやると、うん、他の人がやらない、うん、思いつかないこと、うん、他の人がいやそんなことをやっても絶対無理と思うことにあえて挑戦するっていうことが求められていると思いますから、それはやっぱりソフトスキルをいかに、でそれはですね、うん、教育現場で勉強以外のいろんな苦労をさせる、うん、生徒会の活動もそうかもしれないですし、うん、いろんなクラブ活動もそうかもしれないですし、うん、勉強以外のところでいろいろ揉まれる苦労をする、うんうん、それがソフトスキルの育成につながると思いますので、うん、その辺をちょっと変えていかないとですね、うんうん、これ先ほど先生おっしゃったそのイギリス、フランス、ドイツとかは、はい、まあ、研究開発費で見ると日本より、まあ、格段に劣っているけれども、はい、研究開発能力としては国としては高くなっているということがありましたけれども、そこがなんかそこに影響しているその大学の教育の部分とか、そのあるいは小中高の教育の部分っていうのは
どういったところが影響して差が出てる。もしかするともう大学では遅すぎるような気もします、うん、大学に至るまでの小中高の間にいかにこうリスクを取る能力であるとか、あのそういうことが身についていないと常にこう正解を求める能力が身についちゃうとですね、いくらリスク高いことしろって言っても、あの本当研究して自分の予想と違う結果が起こった時に、それを見て今の日本の教育だとほとんどの人はもうがっかりしてしまうと思うんです、どうしてどうして思った通り先生の言った通りにならないのみたいな、がっかりしてもうダメだ、でもあの同じ結果を見て、おめちゃめちゃ面白いやんと、予想と違うやん、なんかあんのちゃうかと思えるかどうかにかかっていて、あの受験がゴールの今の小中高の教育だと、その予想と違う結果を楽しめないと言いますか、もうがっかりしてしまう。だからあの大学教育はもちろん大切なんですが、そこに至るまでの教育を変えていかないと。でもソフトスキルって先生も大変なんですね。そうですね。はい、あのただハードスキルの教育ってこれからどんどん AI が置き換わっていくような気がしますから、こう英語とか数学を教えるんだったら人が教えなくても AI で、 AI だともう個人に合った教育できますから、そこはもしかするとどんどん AI がやってくれて、人間の先生っていうのはあのこういう時はこんなことでへこたれたらダメだよっていうような、そういう人間っぽい教育にもっと時間を割けるようになったらいいなと、あの本当に思います、はい、だから今公立学校に通わせるあの家庭がどんどん減っていて、もうどんどん私学へ。やっぱり大切なのはですね、実は学校の成績じゃないんですね、無償化をすることが目的ではなくて、教育の中身を変えていく、教育の中身を変えていって社会を変えていく、